はい、ホラフジと申します。今回からローグレガシーという、ゲームやっていきたいと思います。アクション RPG でして、まあ、ステータスがありますね。クラスナイトと。まあね、死んで、そう、なんて、一族に能力を託して死んでいくみたいな感じですね。RPG とアクションがまあ融合した感じで、多分上の世代に行くほど能力が強くなるようになっているんでしょうね。ここで下と空あ下攻撃、ここで下攻撃、あで仕掛けが作動すると、あしまったしまった、これ上攻撃でもいいんじゃないの。いやいや、我こそは、お、なんかいる。ローグレガシー。系譜を始めると。始まった。レベル0。ということだね。ああ、だいぶ違うな、これ。ヘム心情っていうのか？上は何だ？テレポーター設定。選択か。あ、で、ここから行けるよってことだね。まあ、違うテレポーターがあれば移動ができるよと。その1。謀反だ。父上が、父王が、父王、父王が、刺客の手により傷を負ってしまった。王国に父王を取り戻すため、私と兄弟たちは、父王を救うために冒険を命じられた。共に呪われた森へと足を踏み入れ、ヘム神城を目指すことになるだろう。森の外れに、立つこの呪われた、砦は、遥か昔より存在し続けており、その内部にはあらゆる病を治療せしめうる秘宝が眠っているらしいと。私は今夜のうちに出立し、兄弟たちが眠っている間に先陣を切るつもりだ。この使命を果たせなければ自らの名を汚すことになるだろうと。マップ見てもな、あ、こういうことね。あ、まだ何もないもん。うおうおう、いきなり、あらあら、レベルが上がるのか。痛い痛い痛い。おお、動く絵かな。痛い痛い痛い。あいつら結構強いな。あ、痛い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 。おっと、危ない危ない。うわ、やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。これ何、攻撃しかないのかな。あ、なんかナイフが出るんだ。魔界村的なね、MP を使ってと。仕掛けがわかんない。薬草ないかな。下行ってみるか。行けないか。わーし、え、これ死ぬしかないのか。多分ナイフで。違うな。よいしょ。あ、高い、高い、ジャンプ力高いぞ。あ、危ない危ない。サーレオンハルトは足を滑らせ、トゲで崩しになってしまいました。世継ぎを選択。1代目がヨハネスと。あ、すごい、なんか年代が書いてある。低身長、内臓逆位、静電気体質。レディ・ランブレッタで行こう。なるほど、こういうことだね。鍛冶屋が登場。屋敷を出る。お腹で来てる。よく来てくれたな。力を貸してほしい。かつて私は最高の腕を持つ鍛冶屋として名を知られて、
いたのだが、ある日この城の魔物どもに火事場を襲われ、設計図を1枚残らず奪われてしまったのだ。設計図がなくてはスプーンやフォークくらいしか作れん。全然作れないじゃん。設計図を見つけたら届けてもらえないか。そうすれば見たこともないような素晴らしい装備品を作ってやれるだろう。もちろんタダではないがね、と。で、今何スプーンくらいなら作れんの？高い。めっちゃ高いじゃん。わしに任せておけ。なんだこいつ。すべて、あ、なるほど、お金はここで全部払わないと入れないんだ。じゃあ基本使うしかないのかな。ロロロ、せめて拾おうね。でも MP 高いなこいつ。ただ HP がすごい低いけど、危ない。ナイフが強いんだな。こうか、 MP が多いんだね。痛い痛い痛い。おお、マジか。 HP 少な。レディ・ランブレッドはチャーライトに倒されてしまいましたと。まあまあしゃあないな。武器が選べるんだね。これこれ、落ち着きがない同性好き、ナイト、ニワトリ恐怖症、投げると戻ってくるチャクラムを使うと。スペルチャクラム、ブレードウォール、アックスか。そうだな、じゃあ貯金でいこう。お金もないよ今の。じゃあ行こう。これがあれだ、普通のやつだな。はいはいはい、最低でも60貯めないとね。動け、来た、動け。よいしょ。30。よし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 。ほっ。あれ、これ違う。あ、仕掛けか。毎回ダンジョンが変わるっていうのが厄介だよな。生きてる、痛い痛い。まあ、痛い。あいつ本体の方が強いぞ、これ。痛い、それ食う、痛い。あーやばい、めっちゃ少ないな HP。 レディ・ウィンリーはグレートナイトに倒されてしまいましたと。屋敷を頑張って拡張するのだ。時には新しいスキルが習得可能になると。よし。武器が同じじゃないか。鎌で行こう、鎌で。今でも、ああすげえ、180もある。あ、 HP はここで上げていくんだな。レベルが上げれる。75万じゃん。そういうことね。あ、そういうことか。わ、かっこいいな。こいつめっちゃ弱いな。82で71か。だいぶ弱くね。お金を稼いで、そうだな、70くらいは必要かな。弱いからいいね。落ち着いてかわして切る。よし、よーし。あ、やべ、ここやべ、ここやばい。痛い。くらえくらえ、危ない危ない。よし、もう痛い、危ない危ない。あー、 MP がない。よし、ほう、130。こんだけあればいいんじゃないかな。うわー、上行けないじゃん。こうだよね、こう。よーし、レベル3ってなんだろう。いった、レベル上がってたっけ。うわー、うわうわうわ、アクションの腕を見せようかな。うおー、あ、強い。はいはいはい。これ何、制限あんのかな。めっちゃ死にまくってるけど、だいぶ年経ってるね。もう初代からね、100年近く
立ってますね。うわ、なんこれ丸いの何？縦これ。なんだろう。これ縦か。そうでもないな。これが、ナイトアップグレードできると、そういうことだね。ナイトが昇進するとパラディンになります。パラディンは厳しい訓練の結果、あらゆる方向からの攻撃をガイドできるようになっていますと。聞いた感じだいぶ強いな。なんかないの？50じゃん。何にもないね。この50もったいないな。はいはいはい。ああ、間違えた。もったいない。あ、三角でガードできる。来い。いや、待て。下、下、下。いた。うおお、MP が減る。MP が代わりに削られて、なくなるともう食らうってことなんだな。いや、奥が深いな。うわ、拾うしかないじゃん。いった。もう次はないぞ。これせめてお金稼いでいかないと。おっと、あ、やべやべ。うわ、氷。あ、やべやべ。おっと、危ない危ない。むずいし。まあまあ、でもいけるでしょう。あ、よりによってナイトがいないじゃん。役立たずのパラディン、非力なネイブ、非力なナイト、役立たずのメイジ、めっちゃ言われてんな。どうしような、お金全然ないぞ。これじゃ何にもできないか。あ、またこいつか。もうとりあえずお金を稼いで、そうだね、家系図を強くしていくみたいな。あ、危ない危ない。これ違う、これ違う。でもあれ敵みたいなマークだな。あ、これガードないよね、さすがに。これなんだ。こうか、下下。無理だな。よし、諦めよう。よーし。おー、お金がすごいぞ。いた。あー、しまった。こいつむずいな。てかレベル高。ふん。よーし、今回はいいんじゃないかな。おー、すごいすごいすごい。設計図、騎士の腕当て。これ何？テレポーター？あ、これでこっから、来れるようになるのかな。ボスの部屋、あ、ボスなんだ。こっから来れるかな。うわ、苦手だな、こういう飛ぶやつは嫌いだな。モン守りし、モノヒドル。でかいこいつ。え、これどこがどこなの？目ん玉を狙えるのか。いったいったいった。あむずい。なんかね、多分違うんだよな。なんかこいつね、時を止められるのすごくない？330城の構造を固定できるようになる。魔法のルーンで助けてくれる。 HP が欲しいね。お、ちょうどゼロ。いいんじゃないこれ。これ相変わらず風貌とね、声が合わないな。あ、やっぱか。
ですよね。もう一回ボスのとこまで行かないといけないんだな。多分勝つと開くのか。こっち動かない。いった、なんだあれ。うわ、下手なダメージ食らっちゃったな。その2、私は長男ではあるが父王には疎まれている。何も残してくれないであろうとは幼い頃から分かっていた。だが私が治療法を持ち帰れば全てが変わるだろう。この使命を成し遂げし者には父亡き後の王座が約束される。父が再冠すれば妻や子供たちも王宮に呼び戻すことができる。王帝と帰還し相応の敬意を持って迎えられることになるだろう。そうなればいとこたちの噂話やくだらぬ中傷に耐え忍ぶ日々も終わる。私の行く先々であの公爵どもは、深々と頭を垂れるだろう。いや、今そのようなことを考えるべきではない。すべきことを見失ってはならない。城を我が物とし治療法を手に入れ相応の見返りを手に入れるのだと。道こっちなんかな。あの日記を頼りに進んでいけばいいと思うんだけど。これは案外ね、簡単でもあるんだよな。あれなんだ、ガードロボットってやつか。邪魔だなあいつ。時止めちゃう。ワールドソープいった。いつまで止まるの。あ、 MP がなくなる。なくなるまでか。うわ、終わった HP3 しかない。うー、今のはやばいでしょ。何、あ、なんか今あったな、タイトルページに。そうだ、とりあえず盾持ってるやつ使っていくか。とりあえずこいつラストにしよう今回。70か。70じゃ何にもできないもんね。こうだ、こう。行くぞ行くぞ。父上たちの衣装を、あ、痛い痛い、おお痛い、まずい、すんごい食らってる。いった、あー、やれか。ほっ、うわー、互角。まずいまずいまずい。ガードでいけると思うんだけど。多分当たんない。怖いな。でも3だもんね。2か。当たるタイミングないねこれ。上に移動して、あっくそ、ガセロロロ藤子って。四角なんだこれ。墓、プロフィールカード、 R2 は。なるほどね、エンディングロール。うーん、ちょっと待ってよ。何代目これ。2世とかいるし。レディ・ジョセフィーヌ2世か。へえ、これこそ最後にしようか。なんとかビッグバント。この炎の魔法使ってね、一気に攻略していこうか。ベテロンもお金くらいいいよ。もう前の代が残してくれたお金をね、全て失ってでも入ると。悲しいな。ここで、ね、こう、おかしいな。よし、いるあれ。よし、今でいた。ああ、針。あれダメじゃん。いった一体あれ、なんか HP 下にあるな。あ、そういうことか。これでも登れないよな。こうか。おお、いけたいけた、すごいすごい。あれ罠だね。じゃあこっち行こうか。
お、肉肉。わ、どこに行くかってとこなんだな。これ当たりじゃないか。あ、ダメ。よし。強っ。よーし、下に行こう。下に氷怖いな。よし氷、よし、おい、あいやーあー、まずいまずいまずい。思いのほか耐えるよね。これなんだ、どこに行くんだ。ハテナワープ、一直線上どうしようもなくないか。こうか、なるほど。これ来たよね。下に行ってみようか。あ、来た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 。騎士の兜で金、よし殺してやる。こいつがわかんねえな。ちょっと上行ってみようかな。じゃあ針あんだよね、横。うわうわ、いったいった、危ない危ない、ふう、いた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 、しんしん、うわ強い。なるほど。何台だ、10台くらいかな。まあ、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。お、なんかすごい。次回に続きます。